夏場の時期はカンピロバクターやサルモネラ菌を原因とした食中毒が起きやすく、国は8月を食品衛生月間と定めています。こうした中、JR 金沢駅の周辺では金沢市保健所の職員や金沢市食品衛生協会の指導員が食中毒防止の標語が入った竹うちわおよそ1000本を通行人に配りました。標語は手洗いの徹底を呼びかける内容で、森山町小学校の子どもたちが考えたということです。厳しい暑さの中、受け取った人は早速仰いで使っていました。県内では今年度6月17日までに食中毒が4件発生し、このうち3件は寄生虫の一種アニサキスが原因でした。金沢市食品衛生協会は夏場の食中毒防止に向けて、手洗いを徹底すること、そして食品を長時間放置せず、調理する際は十分に加熱することなどを呼びかけています。